さて、シーン。各地の状況はどうなっているかな？は、目につくものと申しますと、豊臣と徳川に開戦の兆しが見受けられまする。ほう、徳川か。以前に上杉が東将と申していた男だったが、うん、世も時として雲の上などとささやかれるが、同じ陽光であれば似通うものもあるのではないかな。果たしてかの者に皇敵主の影があるや否や、それを確かめてみるもまた一興か。全軍二つ引き領を掲げよ。足利の名のもとに三河徳川へと申請する。はは、なるほど。覇王こそが皇敵主か。陽光のごとき絆の友よ。秀吉様、あなた様を支援する許可をどうか私に。黒金の雨よ、降り注げ。豊臣にあだなす罪を流し清めろ。始めやがった。おお、石田三成。他の者の家臣あれ、雨の死人番よ。奴には力が必要だったのだろう。だからこそ豊臣として生き続けるべきだったのだ。妙なる者に向ける心、どうやらあの者こそが絆の対であるようだ。なぜ人は裏切る、なぜ人は見限る。答えろ調査ため。悲壮という名の人間、それもまた愛おしい。こいつは力のその先を求めた。こうなっちまったのもどうしようもねえ必然だ。友情か。それがまた鬼には実感を分かぬねえ。絆、それが最も強い力だ。わしは信じている。あなたを倒し絆の力で世を滑る、それがわしの答えだ。貴様を砕きに来たのだ。望むところよ。うん、あの拳の技どうも取り入れてみるべきかな。家康様こそ初に光をもたらすお方よ。やるども、ここらの守備は任せたぜ。心得ました。我が左腕にて刃を借る。ダミー、我に屈せよ。俺が認めたあいつはよ、大海原みてえに広すぎんのよ。私が許可する家康は豊臣で息吹それのみだ。これまで耐えた時間こそが俺たちの力だ。その刃はうぬには向かぬようだ。他に持ち帰るがよい。鮮血の赤、絶望の黒、義輝様の色に染まれ。手を止めるな。そしてもいや、スマを援護するんだ。もっともっと束になってかかってきな。あともう少しでわしの番だ。無邪気な目が止まらぬわ。あの者が逃げ出さなかったことだけは褒めてやらねばなりますまい。犠牲になるつもりはねえ。生きて支え続けるんだ。瞳にその者だけを映す、故に皇敵し先制します。秀吉様、この鋼鉄をも食い破り必ずやおそばにたどり着くと。
天下創生の御事乗りだ。下なくせ。おお、この子毛利のついたるものか。日の光を受け清く極めく大海原か。お呼びじゃねえ。いいよ、突っ込んでな。弱い気になれな。それにしろ主を信じるんだ。雲の上まで。心の恐怖、この仕事くどいてやろう。絆も情けも弱さなどではないんだ、秀吉殿。言うな。今日の戦もみんな一緒だ。するこの心地、なるほど、たまらんな。サキデが溺れるわけだ。この場にいれば俺もやがて下船ではなくなるのだ。ヨシテル様のお達だ。他の陣も明け渡せ。ダメだ、門が、もう持たぬ。僕の出番よ。命が惜しくば引け。我ら容赦はせぬぞ。まもなく決着も近い。最後に身を出すのはおそらく最後の時まで熱く回路へ。うん、ならばこれではどうかな。ハッハッハ、早いな友よ。我が妻とも急ぐがよい。その方の主に大きな不幸が訪れようとしている。学んだ挨拶だが少し間違いであったかな。主人か。バカ、あなたはヨシテル子。見たか。
を焦って突出するぞ。相手方の思うつぼぞ。お前も無敵。拙者が敵方であればすでに尻尾を巻いておりますぞ。ヨシテル様を忍ぶ者など何をどう考えても存在せぬわ。おごれる者は久しからず。我らを侮ったが失策ぞ。に添えば王将は思いのままぞ。どうした我ら足利に成り代わるのではなかったのか。出番だ主人か。これが抵抗か。みんなそんなはずはなかろうよ。どうもくせよ。無敵なのに。ただ適切な処置を積めば実に息絶えるであろう。世の御所へ戻ればそれも叶うな。よ風に登れ。どう変よ。頼む秀吉様にこのお方に必要な術を施してくれ。よし任せよ友よ。ならば世の陣幕へと下るがいい。その方の身柄と引き換えに主の命は保証しよう。あの雲の上まで。よしてる子何を。私の存在など随の駅までくれてやる。だから頼む秀吉様を。待てダメだ三成。やはり秀吉様を傷つけた貴様がどの面下げて私を止めようと言うんだ。全くもってその通りだな。他でもないその方に何かを言う資格はなかろう。さてそれでは行くとしよう。気になる神よ。これはどうかお命だけは。ならばせめてヨシテル子、それすなわちこのわしも共に突き従わせてほしい。ふざけるな家康。雨の千番よ、どこまで私を愚弄する。哀れ諸国の千番よ。